はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信して自宅じゃないわ車の中から動画を配信していきます、この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、車の中なんですよ。自宅じゃありません、車の中です。でね、今日はね、歯医者で病院に来ておりますが、先にですね、皆さんにお話ししたいことがあります。僕ね、以前にお話しさせてもらったことがあるんですけども、ゴールデンウィークが明けた頃にすごく大切なお話をしました。すごく大切なことをお話ししました。新型〇〇が5類になることで気の緩みが生じてきますよとお話ししました。覚えてらっしゃいますでしょうかね、皆さんね。ゴールデンウィーク中にも気の緩みが生じてるんじゃなかろうかということなんです、でお話をしたんですけども、まあ、そのゴールデンウィーク中にはね、たくさんの人たちが外出を試みたところ、感染対策がおろそかまではいかないんでしょうけども、ちょっとまあええか、もういけるやろという気持ちになったことで、まあ、新型〇〇並びにインフルが拡大してしまってるんです。今の状況ではね、インフルが拡大を続けてますので、まあ、流行り病としてね、テレビや新聞で大注目となってしまってますけども、しかもね、この拡大は学生さんの間で流行ってしまってるんです。でこれには理由がありまして、新型〇〇が5類になったんだよということでね、ゴールデンウィーク前後で体育祭を行った学校が多数あったんですけども、でそれによって拡大してしまったのが原因であると、たくさんの専門家からはそのように伝えられております。で実際にとある高校ではね、600人前後の全校生徒のうち、ほぼ半分の280人の生徒がインフルに感染してしまったということがね、最近昨日元というもね、ニュースで報じられていたんですよ。でそれにね、まあ、この急な異常気象まではいかないんですけども、最近は昼は暑くて、今もすごく暑いからね、車のエンジンかけながらクーラーをかけて熱中症対策をして今ね、動画を、撮影してるんですけども、で、まあ、昼は暑いじゃないですか、で夜はね寒いでしょというようにですね、寒暖の差が激しい時期じゃないですか。でそのためにね、体調の整え方がすごく難しいので、このようなことになってるんじゃないかなとね、僕は思っております。まあ気候はね、操れないんですけども、自分の体調はね、ちょっと頑張ったら操れることができると思いますので、まあ今一度感染対策とともにね、気の緩みがないように心がけてください。はい、さて今回は歯医者に来ておるわけでございますけどもね、なんと今回の歯医者は前回の歯医者から数えてみたらね、3ヶ月と2週間ぶりの通院になるんですよ。まあその間にはね、自分が悪いんですけども、自分がインフになってたりとかで、まあ子供がインフになってたりとかね、で自分が肺炎になってたりとかしてたので、歯医者に来ることができなかったんですよ。はい、まあ自分のせいですね。でもしかしですね、まあ、これまでのこの3ヶ月でね、何かこの歯にね、関して問題があったのかと言われると、別にそんなことなかったんですよ。なくはないんですけども、症状というものは横ばいなんですよ。で虫歯にはね、やっぱりこのね、あったらいいんですけども、自然治癒力というのはないとね、まあ、僕は思ってますので、これはね、やっぱり治療を進めていかないと虫歯は治らないんだよなとね、まあ僕これまでの経験ですごく理解しております。でそれにね、なぜ横ばいなのかと言いますとですね、まあ、先ほどお話ししましたようにですね、3ヶ月前とね変わりがないんですよ、本当に。まあ、まだちょっとね欠けてしまったところが、まあ、2回ほどありましたけども、
そんなことはねこれまでにも何回もありましたので、まあ、僕の中ではね別に問題視するほどのことではありません。まあ歯が欠けるということはねあってはならないことなんですけどもね。しかしこのね歯が欠けたこと以外というのは何もないわけなんですよ。俺強なったんかな、歯ね、体の状態良くなってきたんでしょうかねとかね思うんですけどもね。まあでもということはですよね、虫歯が進行していないと今のところは感じておるわけでございます。しかしまあここからね虫歯が進行してしまうことは大いに考えられることなんですけどもね、まあ、もうちょっとねもう1ヶ月やったらね4ヶ月空くわけじゃないですか。だからまあ今回がねすごくいいタイミングだったのかなとね思っております。まあ進行してないということはねすごくいいことなんですけどもね、逆を言えば悪いところっていうのは3ヶ月前からずーっと悪い状態のままなんですよね。でまあその箇所というのは右側の奥歯の上下なんですけどもね、これ3ヶ月前からはね進行はしているようには思いませんけども、ここまでっていうのはね、この今日の今日まで良くなることはありませんでしたし、悪いままがずっと続いてましたので非常にやっぱりね歯磨きが難しかったんですよ。なので今回というかまあこの後ね先生に気になるところを聞かれたら真っ先に奥歯の話をしてみようと思います。でもねこの奥歯ってなかなかやってくれないんですよね。えうちの先生だけがそんなことするのって思ったりするんですけども、まあ、これまでもね実は何回も何回も何回もこの奥歯のことをね訴えてきたんですよ。僕は先生奥歯が痛いんですわ、奥歯が欠けてきました、奥歯が虫歯で冷たい水飲んだらキーンとするんですよって言ってたんですけどもね、なかなかしてくれなくて、他の箇所っていうのをきれいにしてくれるというね、まあ希望通りにいかないことが多かったんです。ね、これまでもずっと僕お話ししましたよね、奥歯がねって奥歯がねって欠けてるんです、虫歯なんですね、下だけかなと思ったら上もなんですよ、歯が噛み合わさるからかな、このこことねここがね虫歯にこうくっつくからかなとかね言ったんですけどもね、でも左の奥とかっていうのはやってくれたんですよ。でもね右の奥歯っていうのは親知らずなんです。だから親知らずってやりにくいから後回しにされてるんかな、ひょっとしたら今日も後回しにされるんかなって思いながら、まあね果たして今日は希望通りにやってもらえるのでしょうかね、それはまあこの後のお楽しみでございます。はい、で皆さんもね、コメント欄でヤスがね奥歯を治療してもらいますようにとね応援コメントでね念を送ってください。こうね呪いをかけるようにね、もう呪文を唱えるようにしてもらったらですね、きっと僕の願いが叶うかもしれません。よろしくお願いします。はい、ということでそろそろ時間なので行ってまいります。今回の結果は次回の動画でお話しさせていただきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。